みなさんこんにちは。セラフへのもと愛犬家住宅です。本日の犬種のご紹介はレイクランドテリアから始めさせていただきます。レイクランドテリアはイギリスの湖水地方の山岳地帯カンバーランド州の農夫たちによって繁殖飼育されていました。最古の作業テリアの一つで穴に潜む小獣の駆除や狐狩りに使われていました。背中が短く正方形の胴体で作業犬にふさわしい頑丈な体格をしています。性格は頭が良く独立心が旺盛で少し頑固な面もあります。テリア種には気の強さと頑固さがあり、なかなか飼い主の言うことを聞いてくれませんので、子犬の頃から飼い主との主従関係を徹底させることが重要だそうです。以上でレイクランドテリアのご紹介を終わります。愛犬との暮らしに関する些細なご相談から承ります。お気軽にご相談ください。